ジック始めます。4月の画材は色鉛筆です。色鉛筆で曼荼羅を描いていきます。ではでは、色鉛筆で色を塗っていきたいと思います。今週のテーマはピンクですからね。塗っていきます。じゃん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 。この辺をね、気持ちよく、ストレスなしに塗っててください。大人の塗り絵なので、ちょっとグラデーションつけてもいいかなと思っていて、ピンクをいくつか混ぜて使っていきます。子供の頃ってこういう塗り方しなかったですよね。でも、大人はいろんな色を変えるので、いろいろ冒険してみたいと思います。ピンクと、それからちょっと赤が入ったピンク。それからもう一回、でももうちょっと赤の濃い、そう、本当に赤を混ぜていきます。この辺私よくシャカシャカレーンとか言ったりしますけどね、シャカシャカシャカーと気持ちよく塗っててください。最後に細かいところちょっと補強していきます。はみ出しがないかとか、塗りムラがないかとか、そんなことを考えながら最後にちょっと仕上げっぽく入れていきます。で、リーフのところはやっぱり緑でしょうね。それからちょっとみずみずしさを感じたいので、私はよく水色も使います。この水色は凌介くんと悠介くんの水色の鉛筆を合体させた、ダブル色鉛筆です。それから鉛筆でちょっと、線をプラスして、少し細かめにもう少し色塗るところ増やしてみます。シャカ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 と塗っててください。それから最後にはもうちょっと遊んでみたいなと思うので、色鉛筆でちょっとした線を加えて、線と点、桜の花びらの中を描くように、こんな状況でなかなかお花見行けませんけれども、とっても綺麗な桜が窓を開けると、外はね咲いてますので、眺めてちょっとでも、ゆったりした気分になれたらなと思ってます。で、ち、あ、が、い。今日は桜をテーマにしたイラストでした。おしまい。